情報技術をうまく社会に使っていくような、まあ、そういった技術をですねやっていきたい、まあ、作っていきたいと、研究開発していきたいと考えています。私の研究内いっぱいありまして、せっかく情報技術ってあるけど社会って意外と情報技術使われてないよねっていうのをすごく思ってですね、まあ、社会に役立つシステムってうまく作れないかなと思って、で今そういったのを中心にやってることが多いですね。これはどこでもドアって書いてますけど、まあ、ドアコムっていう呼んでるものですね。3次元空間上にですね自由に動き回れる、まあ、ドアを出現させて、まあ、それを使ってですね、まあ、うまくコミュニケーションできないかって、まあ、新しいコミュニケーションの形態としてこういうのもあり得るんじゃないかなと思っています。なので、まあ、親しい間なんかでお互いに通話するときにいかにも相手の空間に入り込んでるって感じがするとかですね、まあ、そういった形のシステムになっています。これ仮想空間上に今水が出ていて、コップに溜まってる様子です。画面上に、仮想空間上に見えてる内容がこう今どん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 水が溜まってるんですけど、実際こう仮想空間上って重さなんか全然わからないんですけど、まあ、実際にはこれ下からですね磁石が近づいてくるとぐーっと引っ張られるので、仮想空間なのにこの溜まる量に応じて磁石でうまく引っ張ってあげると重さを感じるというそういった仕組みを作りました。あとは、まあ、新しい観光のシステムが作れないかっていうので、実際にはこの人形と一緒に、まあ、腕にこうつけて歩くとですね、この人形がですね要は観光スポットの情報を入ってて、でそれを入ってると近づくとその観光スポットの方をこの人形がくるっと向いて、で建物は何だよって言ってくれて、今通りかかったあれはって形で説明すると、一人で観光してても何も面白くないので、要は観光名所なんか巡るときもそういった単純な音声ガイドで歩くんで、自分が例えば音声ガイドなんか行くと何番を押してくださいみたいな感じよりは、こういった人形と持って歩くだけで勝手に案内してくれるよってことができれば結構いいんじゃないかなって思ってですね作ったシステムですね。あとは医療支援系のシステムですね。これはまあ高齢者向けの栄養管理システムですね。要は高齢者ってやっぱり栄養をうまく適切に食べていくっていうのがすごく大事っていうことで作ったシステムです。僕が実際実験してすごく面白かったのが、ここにこう食事の記録って書いてるんですけど、いろんなですねこの名前が書いてます。例えばこうタケノコのきんぴらとかですね、これ私たちのシステムにもともと入ってたわけじゃなくて、この使う、まあ、おじいちゃんおばあちゃんが自分たちで入力してくれたんですよね。そうすると自分たちで入力するとなんかすごくこう嬉しいみたいで、このシステム上にですね入れたものが出てくると、でそうすると、まあ、それをこのシステムすごく利用してくれましたね。あともう一個は入れた名前を使ってですね料理のカロリーを自動でですね計算してくれます。で自動で計算する仕組みは、例えばレシピサイトのところに行くとですね材料書いてますよね。で材料が分かるので、そうするとカロリーが分かるので、そうするとそれでカロリー何カロリーですよって形でですね提示するような、で自動化できる仕組みを作りました。これは、まあ、多職種医療従事者間連携システムで在宅ちゃんって呼んでるんですが、まあ、在宅介護って関わる人すごい多いんですよね。医師とか訪問看護師とかケアマネーさんとかヘルパーさんとか薬剤師とかですね。で実際にはこの人たち関わってはいるんですけど、患者さんはこの5人の方と関わるんですけど、でお互いに情報共有したいっていうのは、実際には患者さんのところに置いてあるだから紙を使ってお互いに前に来た人の情報を見て、あこういう状況なんだなっていうのをやり取りしてるみたいで、なんかこうリアルタイムでうまくできればいいのになっていうのを考えたで作ったシステムですね。紙の資料は作るんですけど、このシステムにもう一回入力はしたくないって言ってですね、まあ、時間もないのもあるので、割とこう写真だけ撮ってアップロードするのどうですかって聞いてみたら、あ写真であげるやったらそのやったら簡単だよっていうので、もともと情報共有するために使っているノートだったりとか写真撮ってアップロードするとか、あるいは患者さんの状況、まあ、褥瘡があったりとかっていうのを写真撮って、まあお医者さんに伝えたいなとかいう時に使ったりします。あとは防災系ですね。防災系はこれは東日本大震災以降にですね、なんかできないかなと思ってですね作ったシステムですね。まあゲームの力で防災支援システム毎日使わせるって書いてますけど、実際には地域の住民の人たちにこういった防災アプリを使ってもらって、で地域を巡ってもらって
日頃見てないところを地域見ていくと、あこういったところに危ないところがある、こういったところに何があるずっとですね見ていくという、まあ、そういった形のことをですね、まあ、みんなでやって自分で入力してでみんなで共有していくって形になってますね。これはですね、まあ、逃げしるべって言ってます。このシステム の特徴がですね2つあってですね、1つは普通だったら問題ない、例えばこう橋とかですね、だけど橋とか津波の時はやっぱり危ないので、こう通れないですねって形で通れなくしてあげると、それをもとにここから逃げるためにはこういう道を通らないといけないし何分かかりますよっていうのが分かるような仕組みになったりとか、あともう一個は通常道はないんですけど、例えば運動場とか、いやここ通り抜けられるよっていう形のものって結構あるの で災害時には逃げるためにはそこを使っても問題ないよね、そういった時に、まあ、これ地図上にですね道が引けるので、まあ、道を引くとそこが道つながって、あ時間短くなるね、災害時ここ使った方がいいよね、まあ、そんなことをですね使いみんなで話し合ってるような形で使うツールですね。今割と幅広くやってるって言ってもまだ大した幅広さじゃないと思ってるんですよ。いろんな分野でやってるって言ってもまだたかだか数えられる程度なんですけど、世の中もっといっぱいですね情報技術って必要としてるところあると思うんですよね。だからそういったところとうまく組んで新しいこうシステムなり情報技術を作っていきたいなと思っています。新しいこと結構分かると、あ世の中面白いなとか、あれ人間面白いなとか、あこうやったら問題解決できるんだとか、いろいろとですね楽しいこといっぱいありますよね。こちらは能動的に注意事項を確認することができるシステムで、一人でも、安全の向上をすることができます。リアルタイム処理が可能な物体検出アルゴリズム YOLO V8 を採用しております。今回さ学会に行くやん、何しに行くん？学会ってさあれなんだよ、要は研究の交換の場所なので、だから発表を聞く側も聞く側もちゃんと意味があるんだよね。だからつまり、あ新しいこと分かったっつって、あこういう新しい発見があるのかとか、そういうのをみんなでさ情報共有していく場所なのよ。吉野先生が結構話しかけやすい感じの先生で、分からないところとかがあったら、まあ、まず先輩に聞くこともあるんですけど、それでもやっぱり先生に聞くっていうその環境自体がありがたいなというふうに感じています。学会発表とかも出なければならないので、その分システムを作ったり、まあ、実験を行ったりするので、まあ、大変な分それだけ楽しいことも多いかなと思っています。僕がよく学生さんによく言うのが、できない理由を考えるなって、どうしたらこれできるんだろうっていうのを考えてごらんってですね、いつもなんか学生さんにこれなんかできないかな、いやちょっとこういう理由でできませんとかってよく言われるんですけど、でもできない理由はいくらでも探せるよって思って、あなたたち大学生あるいは大学院生なんだから、まあ、できる理由できる方法なんか考えて、なんとかしてそれをするためにはこういう方法すればできるんじゃないのってですね、なんか考えることが大事なんじゃないかなと僕は思ってますね。だから僕もそういうふうに考えていつもなんかこうすればできるんじゃないかなと思ってですねやってますね。